接続詞についての説明は終わりなんですけど、せっかくですね、メイン施設を作る if とか、ウェザーとかザットとかそういう話をしましたので、この話をしときたいと思います。間接疑問と呼ばれるものですね。簡単に言えば、疑問文を名詞接にしたものと定義できます。ちょっとさっき使った例文を見てみましょうか。はい、さっきこういう例文使いましたよね。if の勉強したときに、I don't know で、ここが、目的語になってるよと。彼がパーティーに来るのかどうかということを僕は知りませんよという、まあそういう話だったわけですね。で、この部分、よく考えるとですよ、何々かどうかということっていうのはですね、来るか来ないかってことですね。パーティーに来るのか来ないのかっていう、二者択一なわけですね。つまり、イエスかノーので答えられる話でしょと。つまりです、この部分というのは、この if とか whether は not で書き換えられているものっていうのは、実はもともとは疑問文なんですね。彼はパーティーに来るのですかという、つまり、こういう疑問文ですよ。Will he come to the party? 彼は今日彼はパーティーに来る予定なんですかという。助動詞が、頭に飛び出て、come to the party。で、最後にクエスチョンマークがついていると。この疑問文を名詞説にして、No の目的語の2としてビルトインするのに、この、if とかあるいは whether or not っていうですね、接続詞を使ったわけですね。はい。で、これがまさに、間接疑問の定義。疑問文を名詞説にしたものに当てはまる、例ですね。で、疑問文っていうのは、こういうですね、イエスかノーで答えられるタイプの、ただ彼は、Will he come to the party? に対しての答えて、Yes, he will か No, he won't っていう、まあ、二通りになるっていうのが、まあ、原則ですよね。他にも疑問文として作れるものは、疑問詞を使った疑問文ってやつですね。で、疑問詞って、Who とか What とか、いわゆる 5W1H と呼ばれるものなんですけれども、ちょっとこれも例文で確認しましょう。例えばこういう。when を使ってみました。when are you leaving Japan?、あなたはいつ日本を経つのですかと、構造解析しておきましょうね。passing は、まあ、r はこれ進行形のところ覚えてますか ?b プラス現在分詞で進行形。で、この b は助動詞なんですね。なので頭に飛び出てるんですよ。さっきの will と一緒ですよね。助動詞、疑問文、英語の疑問文っていうのは助動詞が頭に出てくると。で、leaving、進行形、現在分詞になってますけれども、これ要するに3番ですね。で、leave を3番で使った場合、の O を残していくとか、O を旅立つ、O を立つという意味になりますね。後ろに残して去っていくということですね。で、これが疑問副詞と呼ばれるもので、when ですね。いつ立つんですかと。まあ、leaving を修飾していると。はい。これ疑問文ですよね。なので答えは、明日ですとか、明後日ですとか、1週間後ですとか、まあそういう話になるわけですけれども、こいつを名詞説にすることもできるはずだと。だってさっき、yes, no で答えられる、will he come to the party? っていうですね、この、yes, no で答えるタイプの疑問文は、if をくっつけて名詞説にできたんでしょ?ということは、疑問詞を使った疑問文、when are you leaving Japan? もこいつもですね、名詞説にできるんじゃない?とやってみましょう。はい、やってみました。同じ、ちょっと手抜きと言いますか、上と一緒の方が分かりやすいかなと思って、同じで3、I don't know で3で、後ろに目的語いるよねという状態にしてですね、さっきは if he will come to the party ってやつを入れましたが、今度は when are you leaving Japan というこの、疑問文を名詞説にして、目的語の場所にもうズボッと入れちゃったと。この疑問詞ですね。疑問詞 when 使ってるので、もう if とか whether or not とか使う必要がないんですね。こいつが接続詞的な目印になってくれて、ここに残っていると。まあ、ぎとかしておきましょうか。疑問詞。で、注意は、助動詞を頭にその飛び出させるっていうのは、ガチの疑問文、マジの疑問文作るときですから、名詞説にしたときには、ここちょっとおとなしくなって元に戻るんですね。つまり、助動詞プラス現在分詞の形に戻っていると。現在分詞の形に戻して、で、まあ、結局、まあ、文型は変わらず3番なんですが、こういう形ですね。I don't know when you are leaving Japan. 僕はあなたがいつ日本を立つのかっていうことを知りませんよということになるわけですね。
というわけで、この間接疑問、疑問文を名詞節にするっていうテクニックですね。これ、非常にいろんなところで使いますので、ぜひこの機会にですね、作れるようになってください。はい。重意接続詞、そして名詞節を作る、間接疑問についての解説は以上となります。